中央大学サッカー同好会11番キャプテン船石敦樹。サークルからプロを目指すという異例の YouTube 発信から早2ヶ月、なぜ彼はプロになるという高い目標がありながら部活動ではなくサークルに所属しているのか。彼がサークルで輝く背景には高校時代の苦悩があった。3年間試合に出れない日々。12歳の船石が夢を綴った20歳の自分への手紙とは。サークルからプロを目指すという前例のない夢を追いかける一人の男に密着した。3月、東京都八王子市。この日も練習に励む彼の姿がグラウンドにあった。止めてください。中央大学サッカー同好会、彼が所属する中央大学のサッカーサークルだ。部員は総勢107名。それを求める船石だが、彼にはプロサッカー選手になるという高い目標がある。なぜ彼はレベルの高い大学の部活動ではなく比較的レベルが劣るサークルというカテゴリーでプレーをしているのか。まあ簡単に言うと、一回夢を諦めたというか、プロサッカー選手という夢をもう大学入学時にはすでにきっぱり諦めてましたね。でサッカーもやめるつもりでいましたし、当時はまあ当然部活にも入らずで、友達作るためにサークル探して、まあ結局サッカーサークルに入ったっていう感じですね。ここに当時12歳の船石が20歳の自分に送った手紙がある。20歳の僕へ、船石敦樹。何を書いたらいいかわからないけど、多分今はサッカー選手だと思います。そして J リーグで活躍していると思います。浜名ジュニアユースで背番号10をつけ、トップ下で活躍する。星稜高校のサッカー部に入り、10番をつけて活躍し、選手権で国立の舞台に出る。高校での活躍で J リーグに入り、サポーターのみんなに愛されて活躍する。J リーグでフリーキックを決める。そして日本代表でレギュラーを獲得する。 J リーグでの活躍で海外の名門クラブに入る。20歳の自分への手紙には事細かく夢へのアプローチが綴られていた。しかし彼を待っていたのは理想とは程遠い厳しい現実だった。プロになるために親元を離れ入学した石川県の強豪星稜高校。夢を抱いて飛び込んだものの、彼は10番をつけることなどもってのほか、3年生の選手権のメンバーに入ることさえできなかった。全く出れなかったですね、3年間。 A のメンツと練習するってこともほぼなかったですし、最初は周りと衝突しながらもがいて頑張ってたんですけど、徐々に試合に出れないことにも慣れていってしまって、でプロサッカー選手になるというより選手権に出るっていうことを目標に置き換えてしまっていて、で自然と自分でハードルを下げて、でプロになるっていう熱もそこで冷めていって、で選手権のメンバーに入れず、そこできっぱりプロになるっていう夢を断念しました。ここに7年間書き続けたサッカーノートがある。小学4年生から高校2年生までの12冊の大学ノートだ。ノートには意識したことやできたこと、また
自分の思いを書き記す。しかしプロを諦めた彼の心を映すように高校2年生の夏でサッカーノートは途切れていた。そして高校サッカーの集大成、冬の全国高校サッカー選手権大会が開催された。選手権の雑誌には載ったものの、本メンバーからは落選。大会には彼の応援する姿があった。まあ、同学年のやつが試合出てる中、俺は太鼓叩いてましたからね。で、俺も出てえなとか、あいつより上手いのにとか思いながら応援してました。応援してたというか、ただ見てただけというか、まあ、何より両親に申し訳ないっていう気持ちがありましたね。高校卒業後、船石は中央大学に入学した。友達作りのために何気なく参加したサッカーサークルだったが、再び彼のサッカー魂に火をつけた。やっぱりサッカーやってるとマジになっちゃうというか、真剣にやりたいなっていう風に思って、でその頃 ACL 見に行ったりとか、20歳の自分への手紙読んでいくうちに、あの時の思いが込み上げてきて、まあ高校時代の現実を忘れたからかもしれないですけど、でもう一度挑戦してもいいんじゃないかなっていう風に思いました。入学して2ヶ月が経った6月、部活に入ろうとして中央大学サッカー部に問い合わせたが、すでにセレクションは終わっていると言われ断られた。引き続きサークルでサッカーをすることとなった船石は、1年生から先発に抜擢され活躍した。一試合も落とせないリーグ戦のロスタイムで奪った勝ち越しゴール。あれはマジで嬉しかったですね。で、記憶に鮮明に残ってて、囲まれた時も泣きそうになりましたもん。下手したら人生で一番嬉しかったゴールなんじゃないかなっていうふうに思います。背番号11をつけた船石は2年生になっても活躍を続け、最終学年の3年生ではキャプテンを務めることになった。正直こんなにサークルにはまるっていうのは全く思ってなかったですね。でもここでサッカーするうちに、こいつらと一緒に日本一取りたいっていう思いが強くなりました。サークルからプロを目指す大学生船石敦樹、込み上げる思いと夢について語ってもらった。まあ夢は中央大学サッカー同好会を日本一にすることと、サークルから僕がプロになることで、まあサークルからプロ目指すやつって俺が知る中でいないんですよね。だからその挑戦をできてるのは俺だけだから、今すごいその挑戦ができることにすごいワクワクしてます。でも絶対やってやるぞっていう気持ちしかないです。かつては夢を諦めた一人の選手がまた夢に向かって走り出した。そうですね、まあ僕みたいに夢を達成することが困難な状況の人たちに、僕の動画を見てもらうことによって少しでも希望がね、与えられたらなと思っていて、こんな状況のやつでもプロを目指してるやつがいるんだみたいな感じで少しでも力になれたらなと思って YouTube 発信してます。